99,976キロ。あと24キロ走りましょうか。ちょうど10万キロにしま、ね、ちょうど10万キロまで24キロ走りましょうかね。はい、じゃあ行ってみましょう。およそ 1.5km 先、右方向です。およそ 300m 先、タイマ、右方向です。まもなく右方向です。およそ 3km 先、大きく左方向です。およそ 300m 先、右方向です。その先、斜め右方向です。これ、まっすぐ行ったらあかんね。右かな。あと6キロ。なかなかですね。はい、行きましょう。今、19時。あと5キロ。なかなかうまくいかんな。300m 先、羽曳野インター前、左方向、三原、南半田道方面です。その先、斜め左方向です。方向です。その先、斜め左方向です。ちょっと向こう回っていこうか。まもなく右方向です。その先、右方向です。
まもなく右方向です。その先、斜め左方向です。まもなく左方向です。その先、左方向です。なんとか道の駅白鷺号羽曳野のそこでちょうど10万キロならんかね、だいぶ調整したけど大変、もう無理だ、これで上がるかったら無理だ。99,999 キロ、さて10万キロだ。さあ取れるか、10万キロは。はい、10万キロだ、達成。はい、取れましたよ。大変やったね。ああ、右に左に。15分、1時間、48分かかってるかね。26キロ走るのに。大変だ。ああ、大変やった。大変なんですよ。右に左にね。これが、ちょうど7月の末でね、丸5年でございます。フリード、ハイブリッド。それで、20ヶ月でね、燃費検証してまして、それはもう実燃費やから、ガソリン満タン入れて計算してたんでね。それで 20.2 キロやったな。その時点で。ほんで、まあ、最初の1年半ぐらいは非常にクッションが硬くてね、1年半過ぎたぐらいからかな、乗り心地良くなりましたけど、若干硬かったですね。今の車はどうかわからんねんけどね。それで3年後にね、フリード新車、まあ、ね、なんか言うたな、カタログ送ってくれたんでね、見たんやけど、まあ、ちょっとね、フロントの形悪いってね、やめたんやけど。それで、今度、来年とかな。2023年に予定あると、いうことで見たんやけどね。それもなんかね、なんかデザインがおかしいんだけどね。ほんで、今回のね、この燃費を見ると、燃費どこでね。これで出ます、燃費がね。今、304キロ走って、21.8 ということは大体 1.2 ぐらい引かないかんから、この数字はね、実燃費から言うと、ということは 20.3
2.3 ということは、1.5 引いて 2.3 かな。まあ変わりませんね。逆に良くなってるかもしれんな。若干燃費が落ちるだろうと思ったんやけどね。燃費のほとんど変わりませんわ。まあフリードのね、この GB50 やつやけど、一番いいのはね、やっぱり ACC かな。自動運転やね。まあ半自動やろうけど。本当に一般道でも、ね、高速道路で使うけど、本当にいいですわ。もう楽々。ものすごく楽ですわ。本当にね、前の追随やからね、ハンドル切ってくれるし、本当に楽ですわ。あと、ものすごいなって何だろう。まあ燃費がいいことやね。前のこんな、ね、ボンゴーかなんか乗ってた時ね、燃費が、よく飲んだ時で10キロで、ちょっと伸びないと8キロやもんね。それ考えると、だいたい倍から 2.5 倍ぐらいです。燃費非常にいいですわ、ハイブリッド。最初はね、このパネルなかなか慣れなかったんだけどね、これがね、遠くてね、ほんと短かったんだけど、慣れるとね、これがね、よく見れ、これでいいんだけど、慣れるまで大変やったけどね。